なんか某日本人ではない方でなんかツイッターとかあとコメントとかでなんかだいぶちょっと自治中みたいな人がいたのめちゃめちゃ長文でなんかあの注意してる人がいたんだよ。ちょっと迷惑だなって思ってて、注意される側はそんなに悪いことしてないのに、なんかなぜか勝手に注意しているみたいな方がいらっしゃってて、まあ、ちょっと迷惑ですよとツイッターでリプライを送ったんですよ。でその後もなんか結構ネットストーカーくんなんかあんな感じでなんかめちゃめちゃリコタンのことをつぶやき始めて、なんかあ危ねえなみたいな感じで思ってて、まあ、メンバーとかも入ってくれてたと思うんですけど、まあ、ブロックしたんですよブロックしたんですよ。さすがにちょっとなんか反応してるやろなと思って見に行ったので、見に行ったらちょっと多分これ翻訳機とかを通してると思うから、あのちゃんとした日本語ではお伝えできないんだけど、あ本当に腹立つ、もう私を遮断したね、まあ、多分ブロックのことね、一体私が何をしたって変な女だね、そうだね、どうせ配送通知が来たら君の品物は払い戻し処理するよ、我慢してたけど君は可愛いんじゃなくてブサイクだよ、これまで演技するのが大変だった、1周年放送の時その現実の姿を見て賢者タイムが来たんだ、どうして写真と全然違うの、詐欺じゃない、私はもう君に呪いをかけた、お前はもう徐々に死んでいくんだ、好きだったり愛する感情が憎しみに変わったらどんなに怖いか見せてあげる、さようなら、あなたは私が知っていた日本の女性の中で一番わがままで最悪だった。だから二度とお互いに絡まないようにしよう。価値のない女に使った私のお金がとてももったいないみたいな感じで、無事に反転アンチになりまして。なんか渋谷でナンパされた時に、結構昔の話なんですけど、渋谷でナンパされて、朝方とかにね、めっちゃ可愛いみたいな。私これからどっか行くよみたいな感じで帰るときにナンパされて、シカトしたら死ねべーすって言われたの思い出しました。はいいやマジなんでそうなってしまう、男は男だけじゃないのかわかんないけど、ちょっと拒絶されるとすぐに反転してしまう、かわいそうな方だなと。やらせてくれないやつはみんなブスなるほどね。お金を使わせてしまって申し訳ないんですけど、払い戻し処理をしますみたいなこと言ってるんですけど、払い戻し処理できません、残念ながら。多分おそらくブースとかの品物についてだと思うんですけれども、払い戻し処理できません、残念でした、すいません。悪意があるわけじゃないからなと思って、まあ、ずっと目をつぶっていたんですけれども、女性に対する愛が重いやつおる、愛重いのかな、重すぎた結果こんな感じだったんでしょうか。日本女性の中でリコタンが一番わがままだって言ってたんですけど、リコタンよりわがままな女いっぱいいるから、ちょっと日本人女性って一括りにクソデカ主語ないやねん、本当にこういうやつは毎回主語でかいねん。海外人、そうですね、ちょっとあんまり国の名前を出すとなんかその国の方々に迷惑かかってしまう気がするので、国の名前は出しませんけれどもリコタンわがままのうちに入りませんか。ブロックしたらわがままって言われるらしいので、ブロックしたらブサイクって言われて、はい、面白かったんで。ブロックするのも怖い。いやでもうるさかったんだよな、見たくなかったんだよ、うるさくて。チュー、可愛くてごめんってリプする、さすがにちょっともう触れたくないのでもう触れたくないので、このまま彼が反転アンチのツイートをしてるのを生ぬるい目で見ながら、まあ冷める頃を待ちます。おもろいな、会場で突っかかってきそう。会場までいちいち来ないんじゃないですか。スパチャのお金ですらなんかピーピー言ってるから、多分日本に来るお金はない気がするけどな。リコタンからブロックされたら一日中泣く自信ある。泣かないで大丈夫。行き過ぎた自治中みたいなのとか、行き過ぎたネットストーカー行為みたいなのをされなければブロックすることないので。会場でセクハラしてきたリスナーがいる、やば。コミケなんか有料制になってから治安良くなったと思ってたけど、まあ、普通にいるんだな。リコタン無料、コミケが無料だった時はケツ揉まれたことあったけど、ケツガシッ掴まれたことあったけど、有料になってからはないな。ネットでの知らない人の言動によく傷つけられる。いや別に傷つかない。さっきもブサイクって言われてたけど、リコタンは全然ショック受けたりすることほぼない。
なんかあったかな、ショック受けるようなことないんだよな、ほぼ。なんかみんなリコタンが傷つくであろうこと言って、言ってみて、ちょっと試しに。貧乳、ハゲ、臭い、クソババ胸ないなった、風呂入れ、としま、かわいい、かわいいだって風呂入れ、元から胸ないぞ、おい陰キャ、ハゲ臭って本当だよ、誰がハゲやねん、お前自己紹介やめろ、ゲップするな、ミュートしろ、喋らん方が可愛い、あのそれが一番傷ついた今のところ。ハヤトファンティア更新して、あ、それ一番聞くわ、やめてそれマジで聞くからやめて。え、でもさ、これさ、配信者多分マジみんな思ってると思うんだけど、ほらなんかママが多すぎてやめちゃった VTuber さんいたじゃん、なんか2時3時かなんかに、あの何やっても可愛いって言ってくるやつみたいな、リスナーが言ってくるからちょっとなんかキモいわみたいな、もうやめるわみたいな感じの方いたじゃないですか。なんかその人とかもそうだと思うんだけど、配信の雰囲気ってあるじゃん、で配信の雰囲気っていうのがあるから、その配信の雰囲気をぶち壊してくるコメントとかは配信者嫌いなんだよ。そう、なんか自分の作りたいさ、それこそもう自分の部屋みたいな感じなわけ、配信って。で自分の部屋みたいな感じだから、なんかそれを壊してくるやつが嫌いだし、嫌いっていうかちょっと邪魔だし、しかもリコタンの配信とかはさ、こう一人一人のコメントとかもやっぱ目立つし、まだだからなんかあんまりそのぶち壊されたくないよね。リコタンがじゃ例えばさ、部屋を作るときにさ、で白とピンクが好きだからつって白とピンクでこう部屋のものを集めてる中にさ、黒と赤のなんか惜しいやつがさ一個家具があったら、なんかめちゃめちゃ目立つし嫌じゃん、だって白とピンクにしたいんだから。だから白とピンクにしたいのに黒と赤のものがあったら、それはちょっと違うなってなるわけ。そういうことです。だからそういうのはちょろっと排除したりとかする、そんな感じですね。だからまあそういうこともある。でもまあ申し訳ないなとは思ったよ、やっぱり。それやっぱ好きでいてくれてるのは分かってるし、その悪気がないのも分かってるから、なんかその、まあ、申し訳ないなっていう気持ちもあって、ずっと何ね、放置してたけど、まあ、でもちょっともう見過ごせないぐらいな感じになってきたから、さようならってなりました。ごめんな、ごめんな、いいよ、一生呪ってていいから、一生呪ってていいよ、どうぞどうぞ。